はい、チームごとに振り返っていきたいと思います。はい、でセリーグ、はい、まずは優勝したセリーグで優勝したヤクルト、今シーズン振り返って総括か、総括ですね。湯沢、ね、うん、さん順位予想はベイスターズにしたんでしたっけ。そうそう、忖度ばっかりですもんね。いや違う違う違う、忖度じゃない、忖度って言われてる、違う違う、忖度、はい、そんなこと言われてねえやん言ってやろう、プロ野球ニュースで忖度の高木豊さんですねちょっと可愛いですね。いや違う違う違う、に人形つけばいい。お前何だった、何にしたの。ヤクルト、違うよ、ベイスターズ3、え4位、それ見る目がないいや俺はオースティンが入ってたら優勝したと思うよ本当に。でもヤクルトは今年はね本当に素晴らしかったね。前半強かった、強かった、負けなかったな、うん、だって何カード連続勝ち越しありましたね。11かなんかやったでしょ。ありましたね。それ11って言ったらそれだけで11個の貯金ができるわけだ。その中で3連勝があればね、それ以上の貯金ができるわけだ、はい、だってそれは7月のお前だって6月末にもしかしたらマジックがどうたらってありえへん話が出てましたからね。で7月に出したからね、はい、まあ、それでコロナになってちょっとチームがね、うん、ガタついたけども、やっぱそれを引っ張ったらやっぱりな、村上だよな。あとねやっぱ、まあ、去年もそうでしたけど、その前からはやっぱピッチャーが課題だったじゃないですか、うん、そのピッチャーがやっぱり格段に良くなったんですもんね。誰が良くなったと思う。だからまあ小川が安定してたよな、ね、まあまあね、安定しましたで、石川も頑張ってるじゃないですか。石川もね、ゲームを作るな。そうでしょ。で、まあ、そこに高橋だったりとか、左の高橋コロナでな、うん、ちょっと今年はね、ちょっと大変だったんですけど、まあ、頭角を現してるし、そういった意味で、あと後ろがまとまってます。高梨とかも良かったな、うんうん、ゲームをしっかり作る、はい、だからゲームを作る選手が多かったよね、勝ち星に直結するかっていうよりも、だから6回以降がしっかりしてるから、先発ピッチャーもやっぱそこまではってこう飛ばしていけるんでしょうね。ああ、そういうことなんですかね、うん、だからあとやっぱ木澤の使い方がうまかった、高塚の木澤がうまかったっていうか、あいつが出てきたから大きかったですよね。いやでも俺出始めの時にここで木澤を使うんだと思ったのが何試合もあって、うん、それをクリアしてきてるんだよね、うん、木澤がそこで勝ち星を拾ってきたりとかして、うんうん、10勝近くしたでしょ、9勝かなんかな。いやだからその使い方っていうのは高津監督は同郷が育ってたし、うん、また同点ビハインドで出ていくことが多かったですからね、そう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 、木澤はまだ立ち位置的にね、 それで抑えてるからあの勝ち星ってことですから。そう、それとあのコロナの時先発ピッチャーが軒並みいなかった時に小沢を使ったんだよ、うん、ジャイアンツ戦かなんかで、うん、それを勝ったんだよ、うん、先輩中にねあのね使い方の度胸の良さと、あとね我慢強さですね、高津さんね、本当なら繰り上げていくとか、そうだろう、それをしなかったっすよね、我慢するんだよね、はい、そこでしょうね、うん、やっぱ去年優勝して今年、去年と今年の戦い方っていうのは同じは同じなんだんですか。その投手に関して言うとどうなんですか。今年違ったところってありますか。いやそれは負けない奥川君がいなかったわけだから、それは苦しかったと思う、うん、で苦しかったと思うけども、やっぱその分村上が超役じゃないけど超超役はそれは水選手ですね、オリックスからものすごい飛躍を遂げたよね。そうですよね、まあ、ここら辺のリーダーシップっていうのはすごかったな。そうですね、またあいつがベンチでも大声出してね、うん、で誰か選手が活躍したらベンチの前でバーってやってるから、はい、あそこも大したもんですね。そうですよね、うん、でやっぱ野手でいうと例えばどんなにビハインドでも逆転して勝つっていうのが今年も多かった。だから開幕がそうじゃないですかね、7点差ひっくり返して、ね、ケラーがボロボロになってサンタナからな、うん、カーブ投げんなって言ってるのにさ、カーブ投げてホームラン、ああいう勝ち方してる時ってやっぱなんかあるんですよ。開幕からしかも。そうですよね、うん、勢いで。だって本当だったら3連敗で帰ってくるようなところ、うん、3連勝で帰ってきたからね。そうですそうです、本当前半戦がそういう戦い、うん、おかげで阪神が16連敗ぐらいしたもんね。そうです、地獄ですよ開幕から、ね、3連勝してたら阪神が優勝してるかも分かんない。そうです、6月だーっと上がってきたから。そうですよね、本当に開幕でその年の何か占ってしまったみたいなところもありますしね。そうそうそう、いやでも外国人が本当に安定的に働いたのはヤクルトだよね、うん、サンタナとオスナ、はい、でマークガフラーね、うん、だからそこにサイスニードもいたから。そうですね、そうそうそう、いやだから外国人をうまく操れたというか、うん、うまく仕事をさせたっていうのも、うん、ヤクルトのチームの雰囲気なのかもわからない、うん、だからベテラン、若手、外国人でピッチャーのね、うん、ベテランから中堅、若手までがやっぱすごくこうギュッとこう
一番いい感じでしたよね。だから青木がいて野手では、はい、石川がいてピッチャーの中では、まあ、中堅どころで山田がいてみたいな、田口がいてみたいな、で若手には村上がいて、うん、っていうような、そういうなんかこう配置が素晴らしいよ。そうですね、野手は青木がいるしね。そうですよね、うん、でまた若手の例えば長岡選手だったりが、いやよくやりましたよね。俺1年絶対持たんと思ったんですよ。いや違う、ここがやっぱ高津監督が我慢できるところ、もう絶対代々行くっていうところ送らなかったもんね。やっぱ育てるってそうなんだよな。ただ肉体的にも大したもんじゃないですか。いや大したもんだよ、ね、ショートで1年間やると大変だよ、本当に。なんで三上さんはセカンドやったかなと思ったりして、セカンド、ね、ショートも2年間やったけど、そうでしょ、やっぱショートとセカンドやったらショートの方が全然違う、まあ、動くね、投げる距離も違うし、プレッシャーも違うし。あ、そうですか。で俺はジャックリしたら終わりだから、まあ、セカンドはなんとかね、ジャックリしても間に合うから、うん、でももうショートはジャックリしたら間に合う。三上さんジャックリしたら見たことないですよ、僕が投げてる時はね。まあ、もしやったら許さないですよ、僕は。師匠で。そうですよね。だから、あの許さないとかっていうより、僕、その記憶がないです。僕が投げてる時は。すごい、豊さん。いや、俺は記憶に一つあるんだけどさ、札幌で晴天の時にこうやって投げてるんだよ。はい、調子悪かったんだよ。だから体調不良で。はい、なんか体がおかしいんですよって投げて、一生懸命。そしたらフライ真っ青なところが上がってさ、フライ落としてた。怒る怒る何やってるんですかそれベンチ戻ってから、いやいやマウンドだよ、いやいや、あのね、それ覚えてない、それ、あ、覚えてます、丸山でしょ、丸山で書いてあるね、フライ取れないプロ野球選手ってありえないでしょゴロはある、ね、土のグラウンドだったらね、うんうん、でそれは送球もそれはしゃあないですわ、はい、体勢だったりあるから、はい、フライは取らなあかん、プロは。そうですよね、もうね、真っ青の中に一点だけどボールがその時ね、見ててやべって思うんですよ、やっぱ思う、いやいや、お前見ててやばいと思うでしょ。思った、思った、あの時上がった瞬間は俺やばいと思った、こらフライ苦手って思った苦手、フライ苦手、やっちゃった、いや、これは嫌だと思った、やっちゃった、覚えてます。いや、守ってて、はい、晴天で、またね、北海道の空って違うんだよ、はい、もうほんと澄み切ったというか、もうこのこと言う、でもそしたら白って生えないもんなんですよね。いや、生えると思うでしょ、まあ、もう完璧な言い訳を作ってるわけですよ。だからね、もう一瞬見えなくなるわけよ、どこ行ったら。次行きましょう、次行きましょう、まあ、でもその中でもやっぱりちょっと不調の山田哲人選手いましたけれども、山田哲人選手どういうふうにご覧になってました？あの、まずやっぱ僕足だと思うんですよ、年々盗塁も減ってるじゃないですか。そう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 、でこの足って結構バッティングに影響出るんじゃないかなと思ってて、だからあいつがこう、まあ、怪我もあったりでスチールを控えてるのかもしれないですけど、はい、もっと足が動いて走れてたら僕バッティングもっと違ったんじゃないかなって想像するんですよ。いや、いいところ行くね。そうでしょ、あのね、やっぱキレが変わってくるですよね。でね、走って打って守ってってしんどいでしょって言うかもわかんないけど、だけどその一つが欠けても山田の野球じゃないんだよ、その時点でリズムが狂ってでしょうね、うん、だからひろきが言うようにやっぱ走れないっていうことは体のキレも悪いし、はい、山田の野球じゃなかったね。うん、だからまあ例えば大谷が一つ取っちゃったら、はい、多分野球にならなくなってくると思う。二つあって野球が成立してる、山田は三つあって成立するという、はい、そういう選手だ。そうなんです、一つも欠けたらダメなんだ。そうすると今シーズンみたいにやっぱり打席で不調になってしまうっていう、うん、だからそうだと思うよ。だトリプルスリーがトリプルツーになってるからね今。そうですよね、うん、まあ、そういったことも、うん、トリプル2はないけどね、2はそうですね、トリプルの中の2つだからダブルダブルみたいな感じですかね。そう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 ですねそんなことなんでそんな笑うの。いやいや、面白いですね野村さん。いや結構面白いんだけど、ボケ倒すんだから確かにそうですね、うん、でも言ってることが当たりだみたいな。いや、そうなんですよ、まあ、僕ね、嘘とらっきょう嫌いだから思ったことはちゃんと言います。らっきょうダメなんですね。ダメなんだ。らっきょう嫌いなの。俺らっきょう好きなんだ。らっきょうとかまぼこがダメ。じゃあカレーはあんま好きじゃないの。でもカレーは好きですよ。カレー嫌いなやついるんですけど。いや、いるよ。え、知ってるやつはいる。います、いる。なんで驚くの。カレー嫌いなやつ俺聞いたことないですよ。そうですよ。いや、俺はいるよ。いや、最近の子供はカレー嫌いなやつ多いよ。嫌いでも食えるじゃないですか。食えないものがないでしょ。いや、でも食わない。かまぼことかダメなんじゃない。かまぼこ、なんで。あの特にあの白と赤の、ピンクの、あれもう消しゴムにしか見えへんのね。まあそういう消しゴムもあるから、ね、あるでしょ、うん、か食感が消しゴムかじったみたいだから。確かに、まあそんなことも踏まえつつちょっと待って、お前消しゴムかじったことあるの。だからそんな雰囲気わかるでしょ。いや、かじってから言うよ。いやでもね、ちっちゃい頃ね、カレー匂いの消しゴムがあったでしょ。あれをかじったのかもしれないです。バカだな。トラウマですね、それ、うん、まあ、それを踏まえて
て、かまぼこ置いといて、今年のヤクルトは何点？それは優勝してるんだから100点だ、うん、でいいと思うんです。やっぱ優勝に向かってやってるわけだから、はい、それはいろいろあるにしろ優勝できたってことでもう100点でいいと思いますよ、うん、じゃあ来シーズンもヤクルトは優勝どうですか、いきますか？争いはするだろうね、うん、争いはする。ただね、マクガフが抜けてるんですよ。そこですね。あの37セーブはでかいと思います。まあ、今あの木澤投手が手を挙げたりとかもしてますけれども、どうなんですかね。だからシミノボが後ろに回るの か高津監督が決めないでいくのか、うん、回すのか。理想は決めるべきだと僕は思ってるんですよ、はい、特に一番大事なとこなんで、うん、だそこがちょっと僕はクエスチョンなんですね。あ、じゃあその後ろがどうなるかによって来シーズンやっぱりヤクルトが、うん、ちゃんと決まってマクガフと同等の成績を残せるやつが出てくれば、はい、それはもちろん絡むでしょうね。うん、だから終盤にちょっと点を取られるケースが出てくるかもわからないですよね。まあ、そうだな、逃げ切れないっていう試合がもしかしたら出てくるかもしれないんで、うん、そうなると今年のようにはいかないのかなっていうのはちょっと想像してます。うん、豊さんは、まあね、あの2年連続フル回転でしょ、はい、ブルペンが。まあ、抑えも心配だけど、その前に投げるピッチャーたちが相当な疲労を抱えたと思うんだよね、うん、この2年間。大地もちょっと落ち気味だしね。だからここら辺が高津監督がどういうふうなやりくりをしてくるか、はい、これがまあ一つの楽しみではあるけども、相当苦しくなってくるとは思う。ただ野手はいいのがいる、うん、もう半端ない。点は取るでしょうか。点は取る。そこはもう今年と変わらないってことですよね。パ・リーグの A1、はい、オリックス、よくやったな、うん、そうですね、総合的にも優勝しましたし、京セラドームでソフトバンクとやった時に3連勝したんだよ、はい、あのもう後半ね、残り何十試合かな、うんうん、残り十何試合だったと思う。ありましたね、はい、もうそこで望みつないで最後打っちゃったというね。ただ前半苦しみましたからね、うん、杉もラオウも良くなかったし、良かったですからね。宮城も勝てなかったな、最初。そうですよね、苦しかったね。あの6月の時点で順位が5位だったので、ね、そこから、まあ、と最後の快進撃ありましたけれども、うん、だけどあの優勝ってソフトバンクが2試合残してどっちか勝てば決まりで、ソフトバンク2連敗したじゃないですか、うん、まあ、対するオリックスも勝ってたとはいえ、あの2敗ってどうなんだろうなと思って、1個勝てれば優勝ですよ、どっちか。勝てなかったですからね。で最後山川にガーン行かれたでしょ、藤井が。あの時のキャッチャーは海のもなんだよね。あれが甲斐だったらどうだったのかなっていうさ。だから最初がうまくいきすぎたよね、ソフトバンクは。あ、ソフトバンクはそうですね。新人監督の連勝記録開幕からのって作ったかなんかしたでしょ、うん、ちょっとうまくいきすぎてんなと思いながら、怪我人があってね、栗原が離脱、上林がアキレス腱みたいな、はい、まあ、いろいろ、まあ、千賀も途中で離脱したりだとか、まともに働けなかったよね。でもソフトバンクってでも毎年誰かこう怪我だったりなんだいないけど、うん、層の厚さで誰かが出てきてなんか活躍して勝ってきたチームじゃないですか、うん、意外と薄かったね、もうって考えるとなあ、うん、でもそう見るとオリックスはこのシーズンなぜ優勝できたんですか。これは中島監督の手腕もあると思うよ、うんうん、ものすごくね、繊細だったもん、うん、配置にしても、うん、大胆なこともやったしね、はい、うん、だからやっぱこう前年度優勝してるというさ、そのチームのまとまりだとか、まあ、そういうものが良かったのかなっていうような感じはするけどね。例えば杉本選手だったり紅林選手ってすごい去年の方がなんかすごく鮮烈なイメージがあって、うん、今年苦しんでるのかなって思った中でも、あ、でも優勝できたっていうのはすごいな。特に終盤にあの山崎颯一郎後ろに回したでしょ、うん、であれがまたスピード上がったじゃないですか、うん、でもう一人あの阿部、そう、うん、もう出てきて、はい、あれも大きかったですよね、ハマったのは。そうですよね、宇田川投手もいましたし、宇田川もそうですし、はい、だから打ち勝つっていうことはあんまり考えてなかったね、中島監督は。守り勝つっていうことを、まあ、打つ方をある程度信用してたのかもしれないですね。誤算だったのが杉本がちょっと苦しいんだかなっていう。まあでもさ、全体的にパ・リーグ見ると投高立てなんだよ ね宗も今年やっぱもう打ててないですもんね。良くないでしょ、うん、で福田もあんまり良くなかったしさ、うん、だからもうとにかく中継ぎ勝負とかここら辺に焦点合わせてたよね。あ、だからそこで間違いがなかったと思う。でもう福田なんかはサヨナラセーフティーバントとか決めたし、はい、だからな
んていうんだろうな、こう細かいことを織り交ぜながらなんとかこうつないできたという、うん、まあ、1年だと苦しかったと思うよ、うん、去年より苦しかったでしょうね今年は、うん、そうですよね、うん、であの日本シリーズだったりも例えば前の試合で抑え打たれていたらもう翌日すぐに抑え変えたりとか、うんうん、とにかく日替わり日替わりっていうのがすごい印象的だったなっていう。でシリーズでもやっぱり山崎と宇田川をやっぱ2回ずつ投げさせたのかな、その次の日ベンチも外しましたからね。そうそうそう、やっぱあそこはねよくやったなと思いましたね。やっぱ中島監督じゃなかったらできなかった優勝だよね。ああやっぱそこが大きいんですね。やっぱりこうしたたかだよ、うん、じゃあこうお二人から見て今年のオリックスっていうのは何点？いやいや100点だよ、まあ、だからその、まあ、ヤクルトと一緒です。優勝できれば100点ですよ。100点ですよ。当然、まあ、ヤクルトもそうだしオリックスも課題はあるだろうし、うん、苦しい部分はあったとはいえね、はい、それ優勝できれば100点だと僕は思いますよ。そうですね、うん、ただそのソフトバンクはその一歩のところで優勝を逃してしまった、その戦力的にはソフトバンクの方が整ってたんですか？オリックスどうなんですか？そのあたりって整うほどは整ってはなかったし、まあ、だから杉本も去年あれだけの成績残したでしょ、で宗とかもそうじゃないですか、はい、で実質1年目じゃないですか、うんうん、だから要は2年目の今年どうかってなった時に2人とも苦しんだじゃないですか、だからそういった意味ではやっぱりね苦しんだと思いますよ。いやだから今年は監督の差だったと思う、うん、要するにソフトバンクとオリックスで行くと、だからやっぱり中島監督が昨年優勝させて、はい、で日本一になったっていうのはこうやっぱり監督の差が出たなっていう、うん、この競り合いにね、はい、まあ、あと一つのところを、まあ、ソフトバンクの話から言うと最後坂東が出てきてね、はい、もうちょっと引っ張りゃいいのになと思ったけど5回で下ろしたりだとか、はい、でも5回で下ろしたら苦しくなるのとか思いながらこうこっちは見てたんだけどね、うん、まあ、だけど藤本監督も中島監督もやっぱり二軍の監督も経験してるじゃないですか、だから全体は知ってるじゃないですか選手、まあ、1年目と、まあ、やってるのと違うとはいえ境遇はなんか似てるじゃないですか、だからそういった意味でもやっぱり差は出た感じしますよ。やっぱ手腕という意味ではさ、うん、まあ、藤本監督はまだ1年目ということで遠慮もあったと思うし選手に対して選手に対してでも中島監督が優勝することによって信頼関係が結ばれてて、うん、でとにかく優勝するためにお前我慢しろみたいな、うん、いうところもあって、そこ、まあ、スタート時点でちょっとチームのこうまとまり方っていう部分ではちょっとソフトバンクが苦しかったっていう感じですかね。苦しかったと。なるほどね。だから山本がいいピッチングしてて変えてその試合をひっくり返されて負けた試合があるんだよね。そこを皮切りに山本は絶対変えなかったもん。球数関係なく、ね、関係なく、だから1回山本を抹消されましたもんね、うん、それ今年ですよね、うん、やっぱちょっと疲れが見えてきたっつって抹消したのを覚えてるんで、はい、そこもやっぱすげえなと思って手腕って大きいですね。いやこれじゃありえないですよね。だからさ、ひろきさ、2軍の監督をやってるからいいのか2軍を知らないとかチームを知らないから真っ白い目で見れるからいいのか、もうどう思う？いや知ってる方が有利じゃないですか。そうか、やっぱ性格も分かってる方が有利だと思いますよ。こいつの性格だったらいけそうだなとか、純粋にこう真っ白だと能力しか分かんないじゃないですか、うん、選手としてのそこってやっぱ性格って出るじゃないですか、まあ、プレーってまあ数字しか分からない、うんうん、そういった意味でやっぱ性格も含めてその個人の選手の能力プラス性格を知ってる方が使いやすいんじゃないですか、うん、ここではこいつの方がいいなとか同じ能力だったら。でもだからそういう面ではね、俺知ってるだけに藤本監督が優しかったんじゃないかなっていう。もともとやっぱ優しい方じゃないですか、そうなんだ、藤本さんって。そこが出たって言われるとそうなのかなっていうふうにも、まあ、思いますね、やっぱりね。だから中島監督はもう、まあ、信頼関係が構築できてるから非常になっても選手はどうも思わないっていう、そこまでこう絆っていうのが出来上がってると思う。で藤本監督っていうのはそこまで勝負じゃないじゃない、育成の方の監督だったじゃない、2軍とか3軍も知ってるっていう監督はね、1軍は勝負の監督だからさ、だからそこら辺でちょっと優しさが出たのかなっていうような気はするけどね、本当に微妙な監督のそういうところの差
かっていう。いやもうマジックは向こうに出ててさ、そうです、ね、最後ひっくり返したらもう本当微妙な差だよ。ですよね、まあ、はい、限りなくソフトバンクの方が有利って言われてましたからね、うん、最後の最後の1試合でっていう。ただ、まあ、今シーズン限りで、マッチョマン吉田正尚選手が抜ける、うん、で山本投手も今後メジャーっていうので抜ける可能性もあるっていうところで。ただ森が加入したじゃないですか。まあそうだったね、それも大きいですね。どうかなっていうね。ああ楽しみだね。まあ来年の話、それはまあ来年の話になっちゃいますけど、そうです